ホーリーババは1911年に台湾で最初に作られたババであり、100年の歳月を経ており、豊かな歴史的、文化的価値があります。ここでは乗馬やガイドサービスを体験でき、週末と休日には不定期的なコンサート、イベントも実施され、馬に餌をやることもでき、多様な活動が用意されているので、楽しい休日を過ごせます。 先に電話で、またはホーリーババの公式サイトで、施設の開放状況を確認しておくことが推奨されます。ここは、ホーフェン自転車道のスタート地点でもあり、付近にはレンタサイクルの店がたくさんあるので、サイクリングしたい人は、ここから出発できます。また、自転車で5分のところに、カーペンター木工房があり、木製の工芸品を購入でき、木工器具の体験コースもあるので、 親子連れに最適です。このバス乗り場ガイドが終了したら、リストエリアで別の停留所ガイドをお聞きください。